はい、どうもこんにちは、あぐるです。今日はですね、E7(♯9)、これについてのお話をしようと思います。ざっくり内容こんな風にいきたいと思います。まずなんて読むのって話をして、なんか変な音じゃないっていうとこから構成音の話をして、で、どうやって押さえるの？そしてミュートはどうやんの？みたいなお話して、で、これに似たコードの押さえ方とかそういうお話ですね。こんな感じでお送りします。なんかこのコードわけわかんねえなと思ってる方、いっぱいいると思います。ぜひお付き合いください。もしくはね、これ、7(♯9)っていう、これに共通したコツなので、例えば D7 の(♯9)とか B7(♯9)とかを覚えたいという方もぜひ見ていってください。もっとシンプルなコードの押さえ方とかについては超丁寧に解説してる動画がありますので、チャンネルページからどうぞ。それでは行きましょう。まず、もう一回ちょっとこの音を弾きますね。はい、これ、ジミ・ヘンドリックスがやり始めたっていうことで、ジミヘンコードなんて言われたりもします。で、この音の響きこんなのね、それまで存在しなかったと言ってもいい。なくはなかったけど、これをこんなに効果的にかっこよく聞かせた人はいなかったよねっていう、そういう感じですね。で、受け入れられたら名前がつくみたいな、そういうもんなんですよ。で、このコードに、じゃあ、改めてなんて読むのって、これはね、E7(♯9)が一般的なんじゃないかなと思います。E7(♯9)って読んでも全然伝わります。この7(♯)とか9(♯)とか(♯)、これあれだよね、th だよね。4(♯)って(♯)ですね。で、これコードネームの場合さ、7とか9とかだけ書いてあっても、なんか発音するとき7(♯)とか9(♯)とかいうことが多いじゃないですか。でも、C7 とか G7 とか Ad9 とかで、この(♯)を言わなくても、伝わるよねって、こんなもんですね。なので、このコードは、E7(♯9)。E7(♯9)。そんな感じ。ロック界だと慣習的に、この、なんか(♯9)しか言わなかったりもします。7(♯)の方は言わなくてもわかんでしょう。あれだよ。あれみたいな感じで、(♯9)ねみたいな感じになることもある。一応今回は僕はできるだけ毎回フルで言おうと思います。で、はい、じゃあ実際の音、これね、もう一回弾くけどさ、これ、なんかやべえ音してない？合ってるのかどうか不安になりません？僕の押さえてるところは、合ってる。で、チューニングも合ってた。なので、E7(♯9)、これで合ってるんですよ。こんな不快な音が正しいコードなんですよ。これが音楽の面白いとこだよね。で、こんなんさ、もうノイズじゃないですか、こんなの。で、難しいことわかんないけど、これ、不協和音じゃないですか。そうです、これ、協和音じゃない音程があります。じゃあ実際に何がどうなっているのか、簡単にだけ説明するね。これを押さえてるんですよ。ここが E の音ですね。で、ここが G♯、これ3度だね。これが D で、で、ここが G の音なんですね。G♯と G が両方あるのね。これイタリア語で言うと、ソの♯とソが両方入って、もう半音でぶつかるんですよ。これオクターブ違うから一応あれなんだけど、これはね、説明がっつりはしょると、これがルート音ね。で、これがメジャーコードですっていうのに大事なメジャーの3度。で、これが、本来マイナーコードであることを言うための大事なマイナーの3度っていう、これが両方出てきちゃってるんですよ。どうしてこんなことが起こってんのって、ちょっとバグ起きてるよね。これちょっとだけお話しするね。もうちょっとだけ。はい、これが超3度。さっき言ったよね。メジャーコードの3度の音。で、こっち単3度、マイナーコードの3度の音なんだけど、その単3度って言い換えると、2度の音が半音上がった音っていうのと一緒なんですよ。9thに♯をつけると、単3度と同じ音になるっていうことなんですよ。なので、こっちのマイナーコードに出てくるべき3度の音、これはね、ネーミングの理論上、半音上がった9thの音である。そういうことなんです。だから、(♯9)。(♯9)っていうコード名なんです。これ、意味分かりました？これはね、結構難しいです。しかも度数の概念が分かってないと、今手も足も出ないと思います。度数の動画、入門編から投稿始めたので、よかったらご覧ください。こんな感じで、理論系はね、かなり細かく動画出しております。そんな感じです。あとは、もう後回しにしちゃったけど、これ、7thですね。3弦に入ってます。これ、なので、この、ルート、3度、7thって、この3つのこの並びって、ちょっと特徴的なんですけど、C7thとかの時もそうだよね。ここの C7thとか、あとは、B7thの時もそうか。これの時もこの3つがこういう風に三角に並んでますね。これを、ずずいと上げてくるとこの3つになります。で、これでこの音がなければ、もう全然平和な音なんですけど、この一番高い音を足すと急にっていうやばい音になるっていう、こういう感じですね。これが E7♯9 っすでございます。で、じゃあ、押さえ方、これ大丈夫ですか？これまでいくつかコードを覚えてきた方なら、まあまあ、普通に押さえてみたらそうなるかなと思いますが、まあ、こうですね。5弦が中指で、4弦が人差し指、3弦が薬指で、2弦が小指になります。こうやって押さえます。簡単。はい、これですね。で、うまく押さえられてないって方、多分ね、小指がここ離れられてないんじゃないかなと思います。まあ、人差し指と薬指はこの縦に並んでるじゃないですか。なのに、小指はちゃんと1個横を押さえなきゃいけない。この隣のフレットに行くのが難しいっていう、そういう方が多いんじゃないかなと思います。で、これはもう慣れですよ。まあ、しっかり芋虫トレーニングとかやってますか？これ、ギターは本当にどれだけ指が開くかですからね。で、これ初心者のうちは、こんなみんな開かないんですよ。元々の手の大きさがとか若干影響はあるかもしれないけど、いや、このコードぐらいだったら、まあ、どんだけ小さくても、まあ、ちゃんと届きます。で、ゆっくりでいいので練習してみてください。芋虫トレーニング、今のこれですね。この地味なやつ。で、これを一人でちまちまやるのって、やっぱなんか地味だし、面倒だしってことで、皆さんどんどんやらなくなっちゃうんですけども、これをやってもらうためだけに作ったかっこいい曲あります。これ動画として投稿してますので、まあ、概要欄から飛んでみてください。5分で終わるので、まあ、毎日とりあえずやって習慣化しちゃった人が勝ちです。はい、そんな感じですね。で、あとは、そう、一応これですね、中指がしっかりこの起こすことによって隣の弦に触れないって、ここをね、しっかり立てないと隣の弦、4弦に触っちゃいますよね。なので、ここも気をつけてみてください。で、あと、はい、これ鳴らすことができましたってなったら、あとはいかに鳴らさないかですね。このコード、6弦と1弦がミュートです。これがなかなか難しいんですよね。ジャカジャカ振ってたらさ、ぶつかっちゃうんだよね。っていうことでミュートするわけですが、僕はね、これは、そうだな。6弦は親指。親指で触りに行くことが多いかな。中指で行くっていう人いるのかな？僕は結構親指で6弦に触っています。で、1弦は、どこだろうな。人差し指で触ってます。人差し指のこの辺で、この辺、この辺で触ってるっていう感じかな。っていう感じ。うん、これで音が、このペシペシになってれば OK です。まあ、これは、まあ、E7♯9 の場合、6弦とか1弦も、鳴っちゃっても構成音だから、まあ別にいいっちゃいいんだけど、まあでも、もちろんね、ミュートできるに越したことはないので頑張っていきましょう。はい、じゃあ最後に、今回はまあ E7♯9 についてのお話だったんですけど、7♯9 系であれば、今回のお話、まんま応用できます。っていうか、コードって横移動すれば、いろんなコードに変わるんですよ。ご存知ですか？まあ例えば、これ、この形のまんまね、この全部のポジションを1フレット上げるっていうのはこっちですね。こっちに動かすと、これ F7♯9 っていうコードになるんですよ。で、もう1フレット上げたら、これ F♯7♯9 っていうコードなんですよ。もうコードネームにシャープが増えちゃってわけわかんないと思うけど、もうこういうもんなんですよ。弾く弦を、まあ、全部押さえてるコード、まあ、バレーコードとかそうだよね。あれって横移動することによってコードのルートがでどんどん変わるので、B コードと B フラットコードって全く形一緒だよね。それみたいな感じで、今回の7♯9に関しても全く同じです。今上げてったので、じゃあ下げてみようか。これが E7♯9 です。で、ここから1フレット下げると E♭7♯9 で、もう1個下げると D♯7 もう1個下げると D♭7 もう1個下げて C♯9 もう1個下げると B♯9 っていう風にいろんなコードになります。なのでこれ覚えておいてください。このなんたら7♯9 っていう表記、これを覚えておいてください。がついてない場合ってのもあるかな。E7♯9 って書いてあることもあるかもしれない。あとはもうこのシャープじゃなくてプラスが書いてあることもあるかもしれないね。なんたら7♯9 っていう、そういうの、これも全く同じ意味です。これが出てきたらこの形と覚えておいてください。多くのコードがさ、いろんな形、いろんなポジション、いろんな押さえ方あるよね。 C コードとかそうだよね。なんかいろんなとこで押さえられたりするよね。ただこの7♯9に関してはもうこのポジション、このフォームしかないと思っていいです。とにかくこれ地味編がやった、これがもう流行ったっていうだけのコードなので、他の押さえ方とかないです。6弦ルートとか、まあ、厳密にはできるのか。まあ厳密にはできたけど、これをやってるの見たことも聞いたこともないかなーっていう感じなので、もうこの5弦ルートの、ここがルートなんですけど、これのフォームだけ覚えておけば良いです。本日の動画は以上です。参考になりましたら高評価ボタンを押してくれると僕と地味編が喜びますのでよろしくお願いします。他にはまあいろんな役に立つ動画いろいろ出てます。よかったらチャンネルページからご覧ください。おすすめはいくつかじゃあ概要欄に貼っておくようにします。それでは頑張って、バイバイ。